鈴木屋欧州街道8丁目宿の宿場建築福島市松川地区から1区19世紀、菅原や山形県東田川郡、朝日村から1区高窓のある民家18世紀日本民家園は、神奈川県川崎市多摩区の生田緑地にある日本の古民家を中心とした野外博物館である。正式名称は、川崎市立日本民家園。川崎市内及び東日本一帯で伝承されてきた民家、水車小屋などの建物及び民具の保存と伝承、活用を目的に整備され、1967年に開園した。運営母体は川崎市。もともとは麻生区にあった農家、伊藤屋が横浜市の庭園へ移築される話を、川崎市教育委員会の職員が聞きつけ、市内に残そうとする交渉過程で、生田緑地の公園整備の一環として、古民家を集める構想に発展した。現在では、市内の民家をはじめ、主に東日本のかやぶき屋根の民家25棟が、約180万平方メートルの敷地に点在している。東北の村、宿場など5エリアに分けられている。うち、国指定の重要文化財は7件、重要有形民族文化財が1件である。豪雪地帯の農家、宿場町の町や舞台など、地域色豊かな構成となっている。地域や年代による建物の構造、工法の違いを比較することもできる。ありがとうございます。